思いを断ち切って忘れた方がよい。さよなら言われた私の気持ちなんか絶対にわからないわよ。さよならすら言ってもらえなかった私の気持ちはあなたにはわからないんだから。私は絶対もう一度会う友達と会うんだ。もう絶対に弱音なんか吐かないって決めたんだ。そしてもう一度剣心に会って。